アラ・エイブラハムは、アメリカの有名人、歌手、そして作家である。彼女は、ネブラスカ州オマハで生まれ、アイオア州のカウンシルブラフスで育った。彼女は10代で妊娠した少女たちの妊娠期間から、出産の1ヶ月後までを追った2009年公開の、リアリティ番組、16歳での妊娠から 16& プレグナントに出演し世間の注目を集た。同年、スピンオフの、 ティーンマムに出演し、2012年に終了するまでの4シーズンすべてに出演した。2012年8月にはデビューアルバムと初の自助伝を発表。両方とも、マイティーンエイジドリームエンディドと題され、自助伝はニューヨークタイムズのベストセラーリストに載った。1991年5月31日、ネブラスカ州オマハで生まれ、アイオア州のカウンシルブラフスで育った。 父親のマイケル・アブラハムはシリア系とイタリア系の血を引き、母親のデブラ・ダニエルセンはデンマーク系とシチリア系の血を引いている。両親は離婚しており、2017年に母親が再婚したため、系夫がいる。2008年、当時17歳の頃、10代で妊娠した少女たちの生活を記録するアメリカのリアリティ番組、16歳での 妊娠から 16& プレグナントの出演者に選ばれた。彼女の妊娠発覚によって母親のブラダニエルセンとの間には亀裂が生じた。ダニセルセンは娘を避難し、中絶はさせなかった。ファラは妊娠によってチアリーディングをやめざるを得なくなった。さらに撮影中、お腹の子供の父であるデレク・アンダーウッドが自動車事故で死亡した。 2009年2月23日、ファムは女の子を出産し、ソフィアローラン・アブラハムと名付けた。その年の後半、彼女はスピンオフシリーズのティーン・マムに出演しました。それはメイシー・ブック・アウト、ケイトリン・ローウェル、そしてアンバー・ポートウッドに加え、ファラに続きました。彼は16歳での妊娠のエピソードにも登場しました。シリーズプレミアは2009年12月8日に、 放送された。2011年、彼女は、フロリダのフォートローダーデール美術館に出席し、料理の芸術と管理の純学志望を取得し、後にマムメパスタソースラインを発売しました。2012年8月1日、マイティーンエイジドリームエンディドをリリースし、音楽業界に進出した。現代音楽評論家からの混合レビューを受けた。ファラは8月14日に、 同じタイトルの回顧録を発表した。式を放送した後、ティーンママのシリーズフィナーレは2012年8月29日に放映された。2014年1月、カップルセラピーの第4シーズンに出場したものの、ブライアン・ドーは彼がアブラハムに雇われて、彼女のオンスクリーンボーイフレンドとして登場し、最終的には彼女と一緒に番組に登場しなかったと主張した。 結果、ファラはパートナーなしで治療を続けるというシリーズの歴史の中で唯一のメンバーとなり、母親との関係を修復することに集中しました。彼女の以前の強姦の申し立てがビビッド・エンターテイメントとのパートナーシップに負担をかけていたことを受けて2月のセカンドセックステープファラにバックドアマーを発表したプレスリリースは偽物ではないと述べた。 対処すること、そしてそれは、ファラーの邪魔された性格に、ふさわしいと語った。ファラーは、ジェームズ・ティーンと彼女のセックステープを売った後に、伝えられるところによれば100万ドルを稼いだ。その月の後半、ファラーは、テレビの特別番組ビーイング・ファラーに登場しました。ブックアウト、ローウェル、およびポートウッドはそれぞれ、ビーイングメイシー、ビーイングケイトリン。 ビーイングアンバーの特集で紹介されました。彼らの成功は MTV がファラなしでシリーズを復活させることを検討するように促した。3月にブローインのリリースとそれに付随するミュージックビデオの同時初演で音楽業界に戻りました。彼女は音楽を趣味であり私のキャリアの動きではないとして扱うと述べた。同年8月。 彼女はテキサス州オースティンにあるポロジオ S ジェントルマン、S クラブと大晦日まで滞在する54万4千ドルの契約を結んだ。2015年8月27日、ファラはアメリカを代表するセレブリティビッグブラザーの家に入った。9月18日に彼女は追い出されるべき5人目の同居人となりました。彼女はトップに選ばれた最高の同居人ではなく、 同僚である、オースティン・アルモ・コーストは彼女を追い出すことを選び、ファラは23日間その家で過ごした。2015年9月22日、ファラは、サイドアフターショーで有名人のビッグ・ブラザーズ・ビットのパネリストとして登場し、仲間であるアシュリン・ホーゲン・ウォーレスと激論を交わしました。ショーは、パネリスト間の、衝突の後10分早く放送された。 エイブラハムとジャニス・リッキンソンは警察の警告を受けたアルバム曲ありがとうございます。